皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒江戸談実況プレイパート43。前回リア充していた未来くんたちのもとに事件だっていう知らせが入ったので、それについて詳しく話を聞いていきたいと思います。それじゃあ聞きます、事件のこと。その芝居小屋で起きた事件というのは？ああ、実はうちの一座の座元が死んじまったんだよ、噛んだ。座元が死んだ？これ読み方座元で合ってるのかな？おときちゃん、その座元っていうのは？座元というのは芝居小屋の一番偉い人のことです。じゃ、座長みたいなものなのかな？つまり、社長的なポジションってことか。正確には、殺されてたって言った方がいいのかもしれない。殺されていた？ああ、倒れてた座長の座元の首元に、ああ違う、もう読み間違い、ほんとすみません。座元の首に長い紐が巻きついてたからな。誰かが座元の首を絞めて殺しやがったんだ。殺しなら、岡っ引きか町方の旦那の領分だろう。だから急いで知らせなくちゃいけないと思ったんだ。思ってたよりも重大な事件でしたね。まさか、また殺人事件に巻き込まれるなんて。とにかく今市さんに知らせに行った方が良さそうですね。うん、佐吉さんにそう伝えて八丁堀に戻ろう。知り合いの同心。おめえたちの知り合いの旦那ってどんな人なんだい？こんな風に事件を知らせてもちゃんと来てくれるんだろうな。ええ、多分大丈夫だと思いますよ。何せ南町奉行所の城町回り同心ですからね。城町回り、そいつは心強い。まさか城町回りの同心だと。ここでおめえたちに出くわしたのも何かの縁なのかもしれねえな。すまねえが、その旦那をここまで呼んできてくれるか。わかりました、僕たちに任せてください。それじゃ俺は小屋の中に戻って待ってるからな。騒ぎになれねえようにいろいろ手配もしなきゃなんねえし。じゃあ頼んだぜ。まさかあの芝居小屋で殺人事件が起こるなんて。早いところ今市さんを呼びに行った方が良さそうですね。ああ、急がないと。江戸時代にやってきて1週間とちょっと。その間にまさか3度も殺人事件に巻き込まれるなんて。呪われてるのかな、僕。未来さん、何ぼーっとしてるんですか？あ、ごめん。さあ、急いで八丁堀に戻りましょう。じゃあ移動します。未来くんはね、なんか運勢的に呪われてるみたいですけど、木更津は今年の元日に引いたおみくじは大吉でしたので、私は呪われてないと思います。あら、おかえりなさい未来さん。それにおときちゃんも。お邪魔します。おかこさん、今日は二人で歌舞伎を見に行ってきたのよね。どう？楽しかった？歌舞伎を見たのは初めてだったんですけど、面白かったですよ。のんきにそんなこと話してないで、今今市さん探す時じゃないんですか？思ってた以上に演出や仕掛けも派手で迫力ありましたし。それは良かったわね。歌舞伎観劇なんて、私が最後に行ったのはいつだったかしら。すごく楽しかったから、
いつかまた行ってみたいわね。それじゃ今度はおかこさんの分も席を取っておきましょうか。みんなで一緒に行きましょうよ。あら本当？それはとっても楽しみね。それじゃあ観劇用の着物を新調しておこうかしら。今から新調しても早いよ。歌舞伎を見に行くならちょっとはおしゃれをしなくっちゃね。この上まだ新しい着物を買うんですか？今市さんのこと聞きましょう。あのおかっこさん、今市さんは今どこに？今市ならさっきどこかに出かけていったわよ。真島様と一緒にお奉行様に仕事を頼まれたんですって。鉄之助さんと？確かお奉行様直々の任務だとか言ってたわ。お奉行様直々の任務か。行き先の見当すらつかないな。南町奉行直々の指示で同心が二人も出かけるなんて、これはきっと何か大きな事件があるに違いありませんよ。本当好きだねそういうの。でも今市さんは出かけてていないのか。しかも鉄之助さんも一緒となるともう知り合いの同心はいないぞ。平室さんは平室さんで仕事に明け暮れてて捕まらないし。今何屋さんやってるんですかね。困ったな、事件のことを頼めそうな人がいないな。ねえ未来さん、私いいこと思いつきました。いいこと？一応聞いてみようか。あまり期待しないでおくけど、今市さんも鉄之助さんもどこかに行ってるんですよね。うん、お奉行様に頼まれた仕事らしいから帰りは遅いかもね。つまり事件のことを知らせる相手がいないということです。まあそういうことだね。こうなったら奉行所に行って誰か適当に頼むしかないかもね。いるじゃないですか、すぐに駆けつけられる同心が。すぐに駆けつけられる同心？誰のこと？もちろん未来さんに決まってるじゃないですか。僕が？はい、未来さんがまた着替えて同心の格好をすればいいんです。そうすればすぐにでも事件に駆けつけることができますよ。現場に駆けつけることができますよ。そしてまた私が岡っ引き見習いとして捜査をお手伝いしましょう。それがやりたいだけで言ってるだろう。そんなことないです。ことは一刻を争うんですよ。早く現場に駆けつけて捜査を開始しないといけませんから。まあ確かにそうなんですけど、また変装するんですか？確かに佐吉さんに約束した手前このままじゃまずいよな。来てくれるって言っちゃったしね。今市さんも当分は留守にしてるみたいだし。わかったよ、僕がまた同心に変装すればいいんだろう。はっ、やる気ですね。とりあえず現場を調べてみるだけだからね。あとは今市さんに報告してちゃんと捜査をしてもらうこと。もちろん分かってましたもん。それじゃまたおかこさんに着替えをお願いしましょう。なんだかおときちゃんの勢いに丸め込まれた感じだな。また勝手に同心姿になっちゃって大丈夫かな。バレなきゃ平気よ。あ、違えた。着替えします。あのおかこさん、申し訳ないんですけどまた着替えを。着替えね。同心の着物用意してるわよ。本当ですか？
なんで準備されてるんだ。未来さんがいつ頼んできてもいいようにと思って。またいまいちのお手伝い？まあそんなようなものですね。お奉行様直々の任務なんですよね、未来さん。どちらかというとおときちゃん直々の命令だったんですけど。え、ああそうだね。また適当なことを。それは大変ね。しっかり着物を着こなさないと。それじゃあ着替えをしましょうか。こっちに来てくれるかしら。わかりました。まあもうおなじみになりましたね。童心姿の未来くんの出来上がりです。だんだん着慣れてきた自分が恐ろしい。これで城町周りの旦那が一丁上がりですね。さあそれじゃあ裏技に戻って事件のことを調べましょう。ということで移動します。裏技。着替えてきたのはいいけど、事件が起きたのってどこだっけ。裏側でしたっけ。あ、そういえばさっき聞いてませんでしたね。多分この芝居小屋の中だと思いますけど。芝居小屋の中か。勝手に入っちゃっていいのかな。ほら、あそこにお金払うとこもあるみたいだけど。何を言ってるんですか。今未来さんは同心姿なんですよ。芝居小屋の入り口なんて十手があれば通れるに決まってます。十手があれば。誰だってお役人に逆らってちょっぴかれたくはないですから。職権乱用じゃないのかな。それってセリフがかぶった。とにかく早く芝居小屋の中に入りましょう。まあそうですね、中に入らないことには事件のことも聞くことができないので楽屋前。おお、なんかそれっぽいですね。ね、ちゃんと入れたでしょ。すごく丁寧に対応されて逆に気が引けたけど。その分私たちが活躍して事件を解決してあげればいいんですよ。そんなもんかな。八丁堀の旦那。あ、佐吉さん。え、どうして俺の名前を。あ、いやそれは、しまった。さっき会った時は町人の格好だったっけ。そう、あの未来ってやつに聞いてきたんですよ。僕の名前は天童今市、南千奉行所の城町回り同心です。ペロリと嘘をつく未来くん、もうなんか慣れたものだよね。天童の旦那ですか。これはご丁寧にどうも。城町周りの旦那に来ていただけるなんて心強い限りです。つい今市さんになりすましてしまった。旦那、それじゃ事件が起きた小屋に案内させていただきます。俺の後についてきてください。この奥の荷物置き場の近くに田元が使っていた小屋があるんです。それじゃあ事件はその中で。ええ、その通りです。では参りましょうか。ふぅ、また殺人現場ですか。殺人事件を捜査するっていうなら避けては通れない場所だね。まあそうですよね、一番重要な現場ですから。僕だってあまり気乗りしないけど行くしかなさそうだよ。そうですね、わかりました。それでは移動します。殺人現場、荷物置き場へ。風呂敷とかなんかいろいろ物が置いてありますね。ここは芝居で使った道具や衣装を置いておく荷物置き場でして。荷物外に放り出してあっていいのかな。そしてあの奥に見えるのが座元の小屋でございます。
やっぱり同心姿はすごく便利ですよね。こうして芝居小屋の奥まで捜査に入ってこられるんですから。まあ、警察官の制服を勝手に着てるようなもんだからな。それただのコスプレだよ。いっそのこと、ずっとその着物を着てればいいんじゃないですか。事件の捜査とかに関してなら確かに便利そうだけどさ、万が一どこかで知り合いに会ったらどうするんだよ。大丈夫ですよ、江戸は広いんです。そんな偶然あるわけないですよ。そうかな。平七さんとかどこにでも現れそうだけど。旦那、田元の小屋の中を調べていただけますか。俺はちょっと何度もあそこに出入りするのは腰が引けて、仏さんがいるから。わかりました。すみませんだな。それじゃあ俺はこれで。僕らも行こうか、おときちゃん。私も腰が引けます。さっきわかりましたって言ったじゃないか。頑張れおときちゃん。移動しようと思ったけれども、あの録画時間が結構長いので、一回ここでパートを区切りたいと思います。全然事件の詳細を把握することができませんでした。主に着替えで終わったこのパート。前回ね、終わりに次回詳細聞いていきたいと思いますみたいなことを言ったのに、なのにちょっとあまり進んでませんが、なぜか時間だけが刻一刻と過ぎておりますので、今回パートをここで終わりにします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。